八片乱子鏡と力学の正装。この人八片乱子鏡っていうの、すごいな、名前乱子入ってんで、もう槍を使うべく生まれてきたんやろな。じゃあやっていきましょうか、新しいゲーム。はい。13ステージあるのね。OKOKOK。これを今回、見事全てクリアしてみせよう。目覚め、やっていきます。ナンバーワン、目覚め。おお、もう起きてるやん。目覚めっつうか、寝てるところから始まるんかと思ったけどさ。めっちゃ操作しにくいね、これ。右スティックで槍動かして、こういう感じで飛んだりできるのね。で、左で歩くと、ジャンプは、ジャンプあるんか。おっと。とりあえず、この槍を動かして、進んでいくらしい。行きましょうか。じゃあ、八片乱子鏡の物語が今始まるというわけですね。目覚めやから何かの任務で来たとかじゃなくて、なるほどな。気絶してて目覚めたらこういう瓦礫のところにいたんかな。ちょっと待って。これあれやん。壺おじタイプのやつやん。いやいやいやって。上に引っ掛けるやつやん。どうすんのこれ。むずくない？ いける気がせえへんねんけど。ちょっと離れて。行くぞ、八片なんすけど。お前の八片の力見せてくれ。八片！もう一回、もう一回、いざ八片なんですけど。八片！もうちょいね、もうちょいで八片できんね。八片できるとやね。八片！八片、八匹、八匹、八匹、おお、八片なんですけど。おっ、ナイス。左ね、次は。こういう系のゲームか。八片！よし、オッケー、あかん、これ、鬼畜ゲームや。はい、オッケー、いいよ。はい。ナイス。ジャンプして、うわ、思ったよりジャンプしてくれんねんな。ジャンプするやったら槍でジャンプした方がええわ。八片ジャンプの方がええわ。八片ジャンプの方が。八片、いくぞ、八片なんすけど。はい。そう、戦場で気づいた体をもう一度奮い起こして故郷に帰るんや。君の部隊は全滅してしまったかもしれんけど、君は命を拾った。この命を忘れずに生きていきたい。だからジャンプするんだって。槍でジャンプしてジャンプするな。八片、君の身体能力は死んでんねん。お前の足はもう戦場で使い物にならなくなった。お前に必要なのはその腕力による八片ジャンプだけや。いいよ、八片、八片ジャンプ、ナイス。いいよ、八片、ナイス、八片。あー、そっち行きすぎ。危ねえ。空中操作意外とできる。めっちゃ飛ぶやん。八片なんすけど、その身体能力さえあれば戦場で英雄になれたかもしれん。残念ながらこの能力目覚めたのはね、小村さんがあってこそやから。八片なんすけど、いくぞ、八片。よし、ナイス、八片からの八片。はい、ナイス、いいよ、ナイス。あのトンネルの向こう側まで。よかった、よかったんよな。前には飛んでた。あとは高さが足りんだ。めっちゃ飛べやん。ナイス、いいよ、八片なんすけど。八片なんすけど、スタイルいいね。それとも鎧、でも鎧着てるからスタイルが関係ないような。八平らすけ実はめっちゃ太ってるかもしれんしな。もう太りに太った脂肪をその鎧の中に押し込めてる可能性すらある。ナイス、八平。ごめんな、八平さん。適当に悪口言ったらクリアできたわ。これで第1ステージクリア。うわ、目覚め。日差しが眩しいぜ。これゴール？やったー。ちゃうんか？びっくりした。めっちゃ叫ぶやん、八平らすけど。へやっ！はい。オッケー、これで合ってる？ああ、来た。第1ステージクリア。不死の騎士。やっぱ一回やられたってことなんかな、戦争中に。しかし彼は不屈の心で蘇った。この小村さんっていうね、新しい力を手に入れてね、僕の指示通り動いたら八平なんすけど、次は勝てるから頑張っていきましょう。いいね。八平なんすけど歩かへんもん。歩くよりも槍使った方がいいわと思ってるから。背景のあの城目指してんのかな、それともあの城から出てきたんかな、どっちなんやろ。ちょっと待って、これ難しくね？高すぎひん？高すぎやろ。高杉さんや。八平すけ、いやー、高い高い。これはきついぞ。いいよ、八平さん。八平なんすけど、おっしゃ、ナイスナイスナイス、いいよ。八平なんすけどのさ、その西洋の鎧みたいなやつさ、そう、ポニーテールみたいなやつってめっちゃ活かすよな。これめっちゃ高くない？チュートリアル書いてある。角に剣を引っ掛けて上がれって書いてあるんか。その角に引っ掛けることが難しいんですけどね。
ねえチュートリアルさん、壁から反転するしかないんやろな多分。ちょっと待ってや、貼ってますけど、こうやって、あ、こういう感じでいいんちゃう、今のでいけそう。はい、あ、よし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 、はい、あー、ちょっと後ろに行く力が強すぎてこのやり方じゃあかんのか。あかんな、この高いところ、この手すりに乗って頑張るしかないんか。あ、今いい感じやったな。こういうこと？あ、なるほど。すごいやん、飛べるやん、ハッペナンス今日。めっちゃ高い。めっちゃ高いやん。これいけるこの高さ。はい。結構飛べるね、ハッペナンス今日。すごいな。さ、鳥になれ。この鳥のさえずりを聞いて、ハッペナンス今日。君の心ももう鳥になってるやろ。ある程度走る勢いも必要なんかな。やっぱ助走が必要なんやな。高飛び選手のように。高飛び選手？なんか棒高飛び選手のように。はい。一間違ってる一間違ってる。これ槍の使い方合ってるっていうね。こんだけ酷使して、ね、傷一つないのは、そこそこの名刀なんじゃないでしょうか。惜しいな。惜しいな。その西洋の鎧のさ、そうポニーテールみたいなのめっちゃ可愛いよな。だってこの場から見たらもうさ、このハッペナス教なんかね、女性にしか見えへんやん。可愛くない？ただタイトル画面でおっさん顔さらしてるからね、もう可愛く見えへんねんな。もうツラとか見せんといてほしかったもんな、タイトル画面で。惜しいな今の。やっぱね、ミステリアスな方が魅力的やって思うことがね、僕初めて思ったのが小学生時代の頃なんですけど、修学旅行の時にね、なんか バスでどっか島スペイン村行ってたんですよね。でまあめっちゃ暇やん、小学生になって高速道路走ってる時とかさ。でなんか後ろの席でね、めっちゃ騒いでるよキャたちがね、ちょっと残酷な遊びをし始めたんですよね。高速道路で、まあ、2車線の横を通り過ぎる車たちのドライバーの顔を見て点数をつけていくっていうゲームが始まったんですよ。で結構でかいトラックの運転手をうちのバスが追い越すっていう状況に入ったんですよね。で後ろの席の陽キャたちがね、めっちゃ盛り上がるんですよ。うおめっちゃかっこいいトラックやん、こんだけかっこいいイカストラックやからめちゃくちゃイケメンのなんか渋い喧嘩強そうなヤンキーなんちゃうんっていう話題めっちゃ盛り上がってるんですよね。で一人の発言力の高い陽キャが、いやこういうのはね、意外となんかめちゃくちゃ美人の女性が乗ったりしたらめっちゃテンション上がるくれみたいなこと言っとるんですよね、小学生のくせに。でどん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 ドライバーのハードルが上がっていくんですよ。で徐々に徐々に運転席まで、ね、近づいていって、さあどんな顔やと思ったらね、めちゃくちゃブザイクなおっさんだったんですよね。でそのドライバーのおっさんはさ、こっちに気づいたんですよね。もう小学生たちがガン見してんのを見てさ、なんか優しくね微笑んでたよおっさんは。めっちゃなんか可愛い人やんと思ったよね僕は。でもね、後ろの陽キャたちはね、あやっぱなって、理想通り実はちゃうよなみたいな反応しとったな。つまりミステリアスの方が、あ来た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 、美人に見えるってことよな。さあハッピーナンス今日もね、顔隠しといた方がよかったんちゃう。いや逆に隠してるとあかんのか。隠してるともう勝手に美人やと思われてしまうからね。美人の女性やと思われてしまう、大丈夫ハッピーナンス今日めっちゃ刺さってるけど、美人の女性やと思われてしまうからこそタイトル画面で先に出したんやな、ツラを。お前ら期待すんなよっていう、これがハッピーナース教の優しさやったやな。その優しさ気づかされたぜ。さあまだ第2ステージが、肌濃いだけどあれセーブポイントってこと、うん、これはブロック使っていくんかな。はい、あちょっと待って、とりあえずこのブロック使って上のブロック取らなあかんな、これぐらいの角度で。あ、もうハッペナンス今日僕マスターしてるわ、ランスのことマスターしてるわ。明日からランサーとして生きていこうかな。重ねたいでんな。はい、あー難しい、ちょっともう一個乗ってくるわ。三段重ねでいけるか。はい、あーハッペナンス今日、ハッペナンス今日めんどくさいよ。投げろ、投げられへんか。ぶっすり、ナイス、いよいよいよ、ナイスバランス、うわ神のバランス。ジャンプして来たやろこれは。うわ素晴らしい、完璧よなハッペナンス今日。もうランスが足と化した。もうハッペナンス今日ね、足じゃなくてランスで撮影になってしまったから、それぐらい彼はねランスに身を焦がしてるんだよな。ち、邪魔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 、バックオーライバックオーライ、じゃあのオッケー、はい、落としなこの段差、オッケー、
はいはいはい。これは刺さらへんってこと？硬いな。鉄でできてるのか。真上から刺したらいけるってこと？一気に上まで飛んでからこういうことね。刺され。ナイス。勢いが必要なんやな。あ、重たいわ。持ち上げることできへん。勝平なんですけど、こんだけね、自分の体を飛ばすほどの腕力持ってんのに、どんだけ重いの、このブロック。はい。逆かな。体が軽すぎるんかな、ハッピーランス教。やっぱ女性なんじゃない？タイトル画面では男面やったけど、顔で性別を決めるのはちょっとね、昨今のご時世的にもよろしくなかったな。ハッピーランス教、実は、あんな顔してたけど女性なのかもしれない。こっちなんもない？謎の空間。基本的に収集要素とかないかな、このゲーム。ゲイジャンプいよ、ハッペーン、うー気持ちいい。いや僕も飛んでみたいわ。すごい勢いで発射されたいっていう願望たまにあるような。ジェットコースター乗ってる時とかさ、僕だけ発射されへんかってたまに思ってしまわへん、あの感覚。これブロック持ってこなあかん。登れる？ハッペーナンス教いける。ハッペーナンス教いける言うてるわ。俺ならいける、任せろコモラ言うてるわ。任せるわ。ハッペナツキョ全然いけてへんけど、ハッペナツキョ傾斜に弱いな、意外。ブロック持ってこなあかんかな。持ってこなあかんか。ちょっとこっち来て。これ刺さる？あー持ち上げることはできる。パース。あーもうちょい上に上げてほしかった。うーっとしい、うーっとしい。いけいけいけ、ハッペ、ハッペナツキョその力を見せてくれ、ハッペ。うん、じゃあね、じゃあね、上に飛ばしてほしいね。ハッペーナンス教、ハッペーナンス教。はい、6つ。いけいけ、ゴリアス、ゴリアス、ゴリアス。あ、そっち持っていくなって。ハッペーナンス教、お前が飛んでどうやすんねん、ハッペーン。はい、いたいたいた、ナイス。いいよ、ハッペーン。そういうところな、やっぱできるやつはちゃうで。これでどう変わる、いけるか。とりあえずこれで上飛べるようになったから、飛んで、ナイスよな。オッケー、ハッペン。うー、ジェットコースターだー。うー、楽しい。第2ステージ長いな、急に。あ、来たわ。第2ステージクリア。樹木医。新キャラ出てくる？日本語訳見せてんのかな？樹木医って何や？お医者さん出てくるの？自然を大切にするお医者さん出てくる？あ、惜しい。あー、ついに死んだ、ハッペンランス教。最初からやり直すなら R 押してください。R？ え、キーボード？そう、コントローラー割り当ててくれへんの。設定。死亡ボタン、コントローラー割り当てられへんの。一応設定するのめんどくさいしな。ここまでいっか。はい。はい。ナイス、前。まあもう死ぬことないけどね。ハッペンさんとコモラさんが本気出したらね。まあ見ててくださいよ。もうさっき死んだのはね、もう一回きりやから。もう唯一なレアなイベント見てしまったな、みんな。もっといいところで見せるべきやったわ。ちょっと反省は。こういうところあるよな、小村さん。うますぎるがゆえに全てを見せることができないゲームのね。全ての死亡パターンを見せることができない。うますぎるがゆえにね。はい。どうすんの、これ。はっぺん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 。おいおい、うんま。今のうまいな。今のテクニックかな。地面に強く刺さることによって一回バウンドさせるっていうね、偶然の産物やったけど、あれマスターしていきたいな。オッケー、うまいよ。いいよ、ハッペンさん。もうセーブポイントとかいらんけどね。もう死ぬ予定ないもん。ほらこういうことやな。いくぞ、ハッペン。ふぅ、オッケーオッケー。え、これは助走が必要やな。いくぞ、ハッペンアーツ教。僕たちは 一発でクリアする。あ、ちょっと待って、上のイカダ使えるやん。皆さんにはこれがイカダに見えへんたかもしれんけどね、僕には見えた。これがイカダや。これに乗っていきましょう。行くぞ、ハッペーナンス教。ちゃうねんな、イメージとちゃうかったな。あれ、光った光った光ったやんけど。あ、ちょっと違う違う、足滑らした。勢いよくできるだけ前に飛ばしていきましょう。あー、地上止まるんか、ここで。じゃあしゃあないな。でちょっと手前、これだったらさすがに。あ、これできるやん。あ、なるほどね。
滑り台から勢いよくジャンプしなあかんと思ったけどね。これでいけるんか。オッケー、さすが八平さん。あぶね、よし、いいよ。また上やるんか。しかし僕ならいける。はい、ナイス。はい、え、だってだって、あー、八平なんすけど、落ちちゃった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 、ハッピーさん、ハッピーさん、ハッピーさん。命がけの、あー、ハッピーさん、ちょ、そこの、その木の板、めっちゃ腹立つわ。ちゃんと処理しな。落ちたボケ、あー、僕も落ちる、あぶねー。この勢いでいく、これは作戦、小村さんの。はい、じゃあな。はい、右の段差に一回引っ掛けなあかんか。ここ引っ掛けて、あー、作戦通り、作戦通り。はい、完璧、ちょっと、落ちたか。飛ばなあかんのか。ハッピーさん、どこ行こうとしてんのこれ。どういう道通って何をしようとしてんのハッペンさん。わー、この城の崩れ方絶対あれやんね、ドラゴンとかと戦ったよね。人間対人間でこんな塔の一部だけが残るような壊れ方する。ハッペンさんはもしかしたらドラゴンと戦ったかもしれんな。もしかしたら恐竜と戦ったかもしれんね、僕みたいな。それは勝てへんよハッペンさん。それはちょっと舞い上がりすぎ。あー、もっと前に勢い出したかったんやけどな。はい。下手今の。はい。はい。あー、いけるか、いけるか、いける。あー。何してんだ、ハッペン。はい。むついって、勢いに乗って、あの板、ほんま腹立つな。あー、ちょっとハッペンさん。なんでこんなね、自分の体を飛ばすほどの腕力ありながら、あんな落ちてる木の板にこんな左右されなあかんねん。ハッペン、生き延びろ。ナイス。ナイス、ハッペン、ナイス、ハッペン。こっから一気に大ジャンプ行きましょう。ハッペンさん、行け。オッケー、いい角度。ナイス。スピード勝負やったな、ハッペンさん。行け、ハッペン、ジャンプ。いいよ、あくそ、初見殺しやわ。位置関係やらしかったわ。一回立って、ジャンプ。前座が前座が。あー。何これ下なんなんあれ。これほどの落とし穴、人間用の罠と思えへんねんけど、やっぱもうでかい存在と戦ったんじゃん、ハッペンさん。この世界の人たちはもう巨大な生物と戦ったんじゃん。もしかしたら、ハッペンナンス教しか生き残ってへん可能性あるんじゃん。いやー、ここむずいぞ。むずいし、どうやって登るかわからへん。で、出ないへん、出ないへんやな。ちょ、詰まった、詰まった。あ、よかった、挟まったわ。あぶねえ。はっぺーん。これぐらい。ちょっと遠すぎたか。はっぺーん。いやー、あ、今のであかんか。今のであかんか。はっぺーん、はっぺーん。やっぱこれ、走るの大事かもしれない。勢いで結構進める気がする。ハッペン。めっちゃ勢い死んだ、めっちゃ勢い死んだ。行くぜ、俺がハッペンだ。生き方が分からへんな。いったいったいった。いやー、これでいけへんやったらもうどうしようもないって。うおー、ぐる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 。あー、後ろ向き作戦。行くぜハッペン、後ろからジャンプ。こうなるよな、そらそうなるよな。普通にジャンプする？ちょっと、なんか、あれだな。もう、ランスにこだわりすぎたかもしれん。ハッペン隊長の、ハッペン何してんの？ハッペン隊長の普通のジャンプ力にかけてみるか。ジャンプすら、やり使わずに。いいぞ、ハッペン隊長。ジャンプ。ジャンプして、あ、これか、これか。ジャンプしてからランスか。もうミスらない、僕たちは。はい、来た。来てたい。二つある武器を別々に使おうっていう精神が良くなかったよな。お、来た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 。頑張れ、ハッペン大将。これは、このチャンスを僕たちは見逃さない。ハッペン大将、ハッペン大将、ハッペン。いや、ハッペン行こう。生き残れ。何のためにここまで行きたいんや、ハッペン大将。何のためにお前を復活したいんや。おっしゃ。取り戻すためやろう。僕たちの命を。ハッペーン。ジャンプして。今までジャンプを軽視してたな、小村さん。はい。このまま。いいよ。いいよ、ハッペン大将。ハッピーな女王。今へどんだけ高い壁も、その槍一本で僕たちは登ってきた。今回は登りきるんや。いいよ、ハッピーな女王。ハッピーな女王。あー。あ、でも前行ける。けどこれあかんやな。絶対上通らな関係やんな。なんなん、なんでこの道通ってんの、ハッピーな女王。
この先に何があるというんだ。なんでその目の前の足場は、足場の柱には当たり判定がないね。意味がわからん。こういうことやろ。で、あべ。はい。どうかへんか。はい。いや、むずいって。ハッピーナイジョ。ナイス、ナイス。勢いよく、勢いよく。届け。いいよ。届いてください。ああ、むずい。はい。ああ、今届いたって、ハッピンさん。気合が出れへんわ。気合で切っ先伸ばせよ。なんか、ナルトでいたやん。チャクラで、ね、区内の、チャクラでなんか、区内のリーチ伸ばすやつ。そこにチャクラ使うってことだけどね。なんか、メリケンサックにさ、刃がついてる刃をチャクラで伸ばしてたやつ。そこにチャクラ使うのって思ったよね。はい、これはナイス、ナイス着地。一発いきたいな。あー、油断。帰ってこい。ナイス、いけ。チャクラを伸ばせ。いやー、ナイス。あー、大丈夫だよ。セーブしたから、セーブしたから大丈夫よ、ね、たとえね、今のハッピン隊長が死んでもね、次のハッピン隊長いるから。綾波レイシステムよ。全然エヴァ知らんけど。はい。あー、全然エヴァに詳しくない僕のエヴァ知識。綾波レイは、あれ、主人公のお父さんのことが大好き。マジでこれぐらいしか知らん。これが合ってるのかどうかも知らない。あれは恋愛的に好きなん。綾波レイさんは。碇言動のことを。で、碇言動は何考えてるかよくわからないっていう。常にテーブルの上で、なんかね、腕組んで、目光らせてるイメージ。で、隣に座ってるあの、冬月とかいうおっさんの強キャラ感すごいよな。さあ、柱壊したけど大丈夫かな？上から落ちてこへん？これは飛びたいね。こう飛んで、あー、大丈夫か？オッケーオッケー。これまた山登るんか。はい。はい。これはちょっとそこの柱使わせてもらおう。この柱軽いな。灰色の岩重かったのに、この柱軽いな。柱やから箸みたいにしたいな。こう、そう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 。柱だけにね。どういうこと？はいはいはい。いやー、セーブポイント。これ第3ステージクリアしたんちゃう？そろそろ。ぽくない？あー、洞窟あんま振り回せへんよ。振り回せへんけどね。逆に敵はこの槍の攻撃を受けにくくなるっていう特性あるから。いよいよ、新しい使い道。これ槍の使い道ちゃうしな。すごいね、腕の筋肉、ハッピーランスキョ。もうその甲冑脱いだら腕が、うわぁ、落ちる落ちる落ちる。もうその甲冑脱いだら腕の筋肉やばいんやろうな。もうその状態で腕鍛えてしまってるから、もう甲冑脱げへんのちゃう？腕が肥大化しすぎて。OK。もう呪いの装備となってんな。石膏。わぁ。洞窟ゾーン入りましたね。とりあえず、今回この辺にする？章を選択で、13ステージやろ。じゃあ、1パートに3ステージぐらいの感覚でいけたらいいなという感じで。ラザロの復活とか、もう完全にネタバレ食らってるけど、敵出てくんのこれ。これやられる直前じゃないの。はい、ということで、ハッペンランス教通り、企画の清掃、パート1終了です。普通に楽しいわ。やっぱ CM はこういうね、なんかインディーズゲームっぽいのが面白いな。ということで、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よく見たら男か女か判別つかへんな。どっちやろう。イケメンの女性の可能性もある。だってもう鎧ここ胸やんもんな。この胸当てっぽいもんな、この辺とか。